松本人志の文春騒動に対してコメントする土ゆき文春法によって松本人志が休止状態になっているが、今後の活動について、土ゆきが、やめないんじゃないかな、とコメントした。騒動になってそのまま引退した新助さんは趣味がいっぱいあった。でも松本さんは本当にお笑いにストイックだから、テレビ出演が難しくなってしまった場合、他の活躍の場所に行くんじゃないか。松本人志が見られるのはここだけ。 ととかなるとプレミアもつくそうすると地上波に出ている我々はしんどくなるな。と語った。さらに続けて、最初に出ていた A さんとか B さんが松本さんに何を求めているのかがわからない。謝罪。でも松本さんは文春を名誉毀損で訴えている。どうまとまるのか見えない。と話した。文春は新たな被害者を出すだけだし出口がどこなのかは確かに見えない気がする。